コケザルの壺の絵図面により埋めた百万両を掘り出せば、この柳生の里は西国一の、いや、ことによると海代無双の大金持ちでござりまするな。殿、おめでとうござります。殿は日本一の大金持ちでござりまするぞ。おめでとうござります。いや、そのコケザルの壺はもうわしの手元にはないのじゃ。なんと仰せられまする。実はあれが百万両の壺と知らぬゆえ弟にくれてやったのじゃ。ではコケザルの壺を源三郎様芝道場へ婿入りの引き手物と申して大切に抱えて江戸へ行ってしまった。弱りましたな。弱った。せめて一月前に壺の秘密が分かっておりますれば。彼が養子に行く前なら問題はないのじゃ。弱りましたな。弱った。して源三郎様は壺の秘密をご存じでござりましたので。いや、それは存じているはずがない。それでは宝の持ち腐れではござりませぬ。そうじゃ、宝の持ち腐れじゃ。なんとか源三郎様をうまく騙してコケザルの壺を取り返さねばなりません。そこで密かに殿の内命を受けて高大の氏はるばる江戸表へ参ったような次第でございます。ご家老様にもよろしくご尽力を願います。おの壺が百万両とは驚いたの。我々も開いた口が塞がります。ねえ、あんな汚い客がお客様お見えになった時に私困るわ。そうかな。あれでも柳生家重大な宝物だって死んだ親父はそう言ってた。あれ、何でも放り込んでおきましょうか。え、あなたのお兄上様、一国一城の主でしょ。それなのに
弟のあなたがあんな汚いキャツボ一つもらった金だなんて、私ずいぶんひどいと思うわ。キャツボ一つの用紙じゃ実際肩が狭い。まあそんなことおっしゃっちゃいや。お気に障りました。ごめんなさいね、うん、だけどお兄さんも本当に不公平だわね。1年遅れて生まれると兄弟でもこんな差別がつくんだ。本当ね。しかしこれでも1両ぐらいには売れるだろうな。こんな壺3本の値打ちだってあるもんですか。そうかな。申し上げます。ただいまお里の柳生様からお使者がお見えになりました。兄貴の使者？何の用事で来たんだろう。実は苔猿の壺につきまして御意を得たいと存じました。あの壺がどうかしたのか。いいえ、あんな古ぼけた茶壺など三文の値打ちもございませんが。そうだろうな。お前もそう思うか。奥もそう申しておった。大体わしは兄上の処置が気に食わ。ごもっともで。兄上は一国一城の主、金は山ほどある。わしは三文の値打ちもない。あの茶壺がたった一つだ。そんな不公平なことがあるか。ごもっともで。兄上はケチンボだ。ごもっともで。あんなもの床の間に置くより納屋へ放り込んでおけと言われた。ご不要なら苔猿の壺を頂戴いたしとお存じます。あの壺をくれというのか。はい、納屋に放り込んでもし壊れでもいたしますと。そうだな。あれでもお家重大の宝物になっております。台無し。それは兄上がおっしゃったのか。はい、何とぞお譲りくださいますよう。兄上がおっしゃったんだな。はい、何とぞ。断る。え、源三郎を断る。でもただいまご不要と。不要であろうとなかろうと、兄上の2万3000石に筆頭するあの茶壺だ。源三郎を身に染みて納屋へ放り込んでおく。バカにするな。何でございましたの。この壺を返せと言ってきた。まあ、こんな壺を返してやってもいいんだが、わしにも意地がある。本当でございますわ。お兄上様ってずいぶん失礼ね。ああ、目障りだ。おい、こんな壺をくず屋にでも売ってしまえ。国へ立ち返っては拙者殿に申し訳が立ちません。さよう。さればご家老にお願いがございます。何。わしに願いとは。幸いまだ源三郎様には壺の秘密をご存じありません。そりゃあ申すまでもないことではないか。壺を渡す渡さぬというのも卑怯次男坊の部屋住み根性、つまり貧乏の手伝ったひがみ根性から。なるほど。金で釣ると申すかの。山吹色さえ見せれば大丈夫でございます。していかほど用立てればよいのかな。まず100両も出せばよかろうと思われまするが。何、100両か。ほうほう、苔猿の壺を百両で買いたいというのだな。何とぞお譲りくださいますよ。百両だな。あ、大枚百両でございます。大の氏、あの壺を百両とは
ちとおかしいな。は？そちは先ほど、あんな壺三文の値打ちもないと申したではないか。やめそうな、さようなこと。黙れ！この源三郎を、めくらと思うか。いや、決してさような。貧食な兄上が、言えなくしてあの壺を、百両で買おうとおっしゃるはずはない。これには何かし才能あるはずだ。その訳を申せ。いや、さような。隠すな。正直に言え。いや、正直なところ、あれは、ただの茶壺でございます。よし。言わんな。言わんとあらば、こっちにも考えがあるぞ。おい、おい、殿、おい、しばらく、しばらく。こいつを、道場へ引きずっていって、叩き出ませ。あ、いや、おい、おい、喜べ。百万両、百万両。おい、ハイナ。ハイナ。おい、ハイナ。あなた、どうかなさいましたの？どうも、こうも。おい、壺出してくれ、壺。こけ皿の壺だ。まだあんな壺のこと考えていらっしゃいますの？当たり前だ。おい、不肖ながら柳生源三郎、当家婿養子に参るのに、お粗末な引き出物は持ってこんぞ。そう。あれ、今日くず屋に売りましたのよ。何？売った？ええ、いいでしょ。くず屋があんな壺でも十文に買っていきましたわ。バカ！何ですの、あなた。おい、あの壺は百万両だぞ。百万両だぞ。おお、失礼だ。今日はどうだったの？ああ、どうも、俺の将が陽キャパワー買ってあげくれ。なんだそりゃ。金魚だよ。金魚？やつ、これは金魚うめえもんすね。だって入れ物がないんだもの。そうか。よし、なんか見つけてやろう。お、やつ、それ金魚か。うん。よし、いいもんだよな。待っておいてよ。よし。金魚持ってきてるな、ほら。金魚持ってきて。ほら、金魚を入れるにはいい壺だろ。ああ、どうせやるな。どうせやるな。実はもらなかったけど。どれよ、これ。おじさん、ありがとう。ああ、いや、よし。おじさん、これ本当は何に入れたものこれか？うん。これはな、本当は、やっぱり金魚を入れとくもんだよ。違う、何言ってんだ、本当に。君ってやつは情けねえ野郎だね、本当に。安坊、それはね、金魚入れるもんじゃないんだよ。本当のことはね、それは塩せんべい入れるもんだよ。じゃあ、今夜また遅くなるの？ああ、眠くなったらお前してるんだよ。うん、だけど早く帰ってきてよ。ああ、ね、いいです。うん、おとなしてるよ。お前さん、お前さん、はい、安坊を教えてお願いします。ああ、ようはあそこ行ってらっしゃいます。近頃七兵衛さん毎晩のようにめかし込んで出ていくんだけど、一体どこ行くんだろうな。あら、惜しいわね。もう少し見よ。うん、今度はきっと当たるよ。七兵衛さん、毎晩お店を留守にしていいんですの？店の方は番地番手に任せてありますからね。気がぐれてしまいになります。結構なお身分ですわね。ところが奉公人が大勢で心が疲れます。気が多いですね。でも毎晩ここでこうして遊んでると本当にのんびりとして昼間の疲れをすっかり忘れてしまいます。お日様は綺麗だし、
かみさん愛嬌があって時たまいい声で歌ってくれるし。あら、いやだ、お口のうまいこと。どうです、久しぶりで得意の喉を引かせてくれませんか。ねえ、歌おう。おかみさん、お歌いなさいよ。おかみさん、久しぶりで引かせてくれませんか。お歌いなさいよ、おかみさん。ねえ、お歌いなさいよ。おかみ、歌えよ。だって、この間から風邪ひいちゃって。いいから歌いなさい。おかみさん、お歌いなさいよ。あたし、キャンセル持ってきます。どうしよう、さあちゃん。だって、皆さんが応援してるんだし、お歌いなさいよ。歌いたくない奴に歌わすな。俺は、こいつが歌い出すと熱が出るんだ。熱が出るって？さよ、頭がズキズキする。お酒がまずくなるんでしょ？もちろん。結構、あたしは助かるわ。境の肌が少なくなるし。じゃあ皆さん、久しぶり歌いますわ。ちょっと喉痛めてんだけど、かえってその方が熱もよく出るし、頭も痛むし。勝手にしろ。ええ、勝手に歌うわよ。おい、ちょっと待った。わしはな、漬物に蓋を置いてくる。曲がってるんじゃろ、みの。そんなバカなこと。そうだ、兄貴。この店じゃ、
矢を曲げておくんだぜ。なるほど。いくら引いても当たらないはずだ。こんな矢が引けるかってんだ。ちょいと兄さん、なんだって。何、曲がってるから曲がってるっつったんじゃねえか。曲がってるのはお前さんたちのお手手の方だよ。何よ。おう、この矢があの的に当たったら、こっちから三遍回ってワンと鳴か。なあ、兄貴。そうだ。兄さん、ちょっと拝借に。何、うん、ちょいとそこの粋な兄さん、三遍回ってワンと鳴いてもらいたいもんだね。えっ、これやろ、行こうよ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 。あ、さちゃん、先生呼んどいて。先生、ちょっと。うん、酒はまだあるぞ。お酒じゃないわ、お商売よ。何、行こうべ。すみませんです。ねえ、あんた、すいませんけど、七兵衛さんをお店まで送ってあげてくださいね。わしがか。ええ、あんた送ってあげるでしょ。わしはいかん。わしは今夜早く寝るんだ。沢のさっきの歌で寝てるたい。送ってあげてくださいね。頭がズキズキするたい。送ってあげて。やでい、やでい、金輪際おりゃ送っちゃいかんぞ。もうここまで来れば大丈夫でございます。どうもご苦労様でございました。ついでだ、送っていったろ。いえ、あの大勢の召使いの手前もありますので。なるほど。大家の主は俺のような者と一緒に歩いているのを見られちゃ悪いんだろ。いえ、そんなわけでは。いや、帰る、気をつけていけ。どうもわざわざありがとうございました。ありがとうございました。開けろ、早くしない。失礼がやられたんだ。失礼、だめであんた何のために送っていったの。これがバカ、そんなこと聞いてるのかい。早く承知か酒持ってこい。じゃあそのこと、ヤスティ、なんだ。ヤス、ヤスをお願いします。おい、七兵衛。七兵衛さん。おい、しっかりしろい。
ラスってなんだい、おめえ知ってんのかい。いいえ、おかみさんかもしれないわね。お棚行けばわかるでしょ。それは早く知らせなきゃ。棚は知ってんのかい。知らないわ、お前さん知ってるだろ。さあ、私もはっきり知らないんだけれど、確か龍泉寺の近くだって言ってましたわ。あなた、のんきにいつまでお休みでございますの。早く起きてくださいまし。もう、歩き詰めで疲れて。あなた、元気を出してあのくず屋を見つけてくださいましね。もしくず屋が壺を売ってしまいましては大変でございますよ。それもそうだな。あなた、百万両でございますよ。百万両か。ね。よし。しかし、実はな、本の今日まで来る日も来る日も、こっちの美しい顔ばかり見て暮らしてきたわしには、たとえ一日でもそっちと別れて一人で歩いていると。別に寂しいよ。私だって一人ぼっちで、お留守番は寂しゅうございますのよ。でもね、あなた、百万両じゃございませんか。百万両のためだ。お互いに8人ぐらい我慢するか。それに長いことではございませんが、今日明日のうちには一つが見つかります。とんでもない。この仕事は一月や二月ではとても難しいぞ。まあ、そんなにかかりますの。ああ、考えてもみろ、江戸はひどいぞ。靴屋がバカに多いところだ。あなた、しっかり遊ばせ、一日も早くあの靴屋を見つけ出してくださいますね。10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。よろしくその方に頼んだぞ。一日も早くあの壺を探し出してくれ。かしこまりました。これどうも恐れ入ります。ありがとうございます。もんじろ、江戸は広うございしてね、これは虎にバカにくず屋の多いところでございしてね。まるで敵討ちをしてるようでございます。この調子で行ったら10年かかるか20年かかるか。では一つ弓でも引かしてもらおうかな。あ、的が少し大きいな。あの右手の
小さい方になさいますな。あの小さい的か。よし。みっちゃん、小さい方の的よ。お。どちらになさいましたの。もちろん当たった方の的だ。みっちゃん、やっぱり大きい方の的よ。なぜ覚えてるんだ。なぜって。なぜだか、わしが教えてやろうか。うん、俺の男っぷりがいいからだ。ねえ、そうだろ。まあ昨夜歌っていたのはここのおかみか。とてもいい声でしょ。今日は二円用だな。昨夜大変だったのよ。うまいような気がするね。それもそうね。ちょっとお伺いしますけど。はいはい。すでに七兵衛さんという大きなお店はご存じございません。大きな店だって。ああ隣の突き出し屋じゃない。ああ、この近所でもって七兵衛さんってあの男に違えねえけれども、あの店だって何もでっけえっていうわけじゃねえからね。あんた方知ってんですか。知ってんですか。あのね、これは向こうへ曲がってこっち曲がってね、で向こうへ行ってあの角から2軒目のうちですよ。どうもありがとう。お前さん、向こうの方だとな。おい、これは変だぞ。そうね、ちょっと変ね。七兵衛さんって人のこと知らない？あ、知ってるよ。教えてくんない？知ったら、どういうことだよ。そうなの？おい、これは七兵衛違いだぞ。行こう。ああ、うるさい。夢出てきたら帰らないんだよ。夢から帰らねえのかい。おい、おめえの前なんて言った。何か言おうかい。いや、言おうじゃねえ。
もう消えた奉公人が大勢だなんて。いや、送っていくのを断ったはずだよ。何がおかしいのよ。あんたあの子に七兵衛さんが死んだと言っておやり。俺嫌だよ、おめえ行ってこい。あたいまっぴらだよ。俺もまっぴらだい。おい、坊主。おじさん、何か用かい？おめえ。なんだよ、おじさん。おっかいねえのかい？うん。そうかい？じゃあ、姉やんとか、兄やんとか、いねえのか？ちゃんと二人っきりで。そうか。いたな。おじさん、話があるんで。話してなんだい。その、なんだ。おめえの、な。おめえ、腹が減ってるかい。どうだった？おい、あの坊さん、母親も兄弟もね、一人ぼっちだとよ。かわいそうにね。それであの子泣いたん？何がい？何がって七兵衛さんが死んだと聞いて泣いたでしょ。お、それだ。どうしたの？聞けば坊主腹が減ってると言うんだ。それで今朝からまた何にも食っていねえと言うんだよ。それで腹の減った子供を泣かすな、こいつは罪だからな。それもそうね。で、おばあんのところへ行けばうまいまんまをどっさり食わしてやるとって言ったら、坊主喜んでいたよ。おばさんって誰なのよ。当たり前だよ。おめえのこっちゃねえかい。あたし？あたしのうちあの子？かわいそうだから、連れて帰って何か食わしてやろよ。あたしがあんな汚い子供をうちに入れると思ってんの？あんたが嫌ならあたしが行ってあっさり泣かしてきてやるわ。誰があんな子供にご飯の食べさせてやるもんか。どう？おいしい？うん、おいしい。よっぽど腹が減ったと見えて、お前の作った料理をうまいと言ってるぜ。ごちそうさん。お利口ね。おじさんとこ広いな。そうか。向こう行って遊んでこい。のことを話して、あの子を殺させてくれましょうよ。おめえ言ってこい。あんたが言うって約束じゃない。私はお店を見てきますからね。よう、歌の上手な女将。ついに現れたな。いらっしゃいまし。おい、坊や。ん？おめえ。なんて言うんだよ。八吉だよ。そうか、八吉か。八坊だな。そういう人も言うんだよ。おい、八坊。ん？なんだい、この金魚かい？いいじゃんだね。このような金魚だよ。もっと大きいの欲しくねえかい？この子が怖いよ。レスボー。ん？おめえ、強いだろ？強いから、めったに泣かねえだろうな。うん。一遍も泣いたことがない。今まで、いつも泣いたことはねえのか？うん。本当に、
生まれて一度も泣いたことはねえのかい。うん。あ、一回泣いた。いつで、どうして泣いたんで。お母が死んだ時泣いた。さみだれや空に一声音にす泣いた？かわいそうにね。なりました。あまりかわいそうだから子供うちに置いてあることにしたよ。なんでって？うちのお団は子供が大好きだからちょうどいいと言っちゃったよ。だがね、あんたという人はどこまでずっとおかしいんでしょう。あんな汚い子供、あたしが好きになれると思ってんの？そうかい。俺は言って悪かったな。悪いわよ。あんな子供一日もうちに置くことできません。あたしはね、子供が大嫌いなの。早く追い返してください。あなた、早くお出かけ遊ばしませんか？うん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そちの顔を見て暮らしたい。まあ、あなた元気を出してくださいまし。百万両でございますよ。百万両か。しかし疲れるよ。そんな気の弱いことをおっしゃって、あなた、まだ一月も経たないでございませんか？江戸は広いし、くず屋が多いし、まるで敵討ちだ。10年かかるか、20年かかるか。ああ。10年も20年も、いいえ、死ぬまで苔団の壺が見つからないといいのにね。バカなことを言うな。100万両だ。でも壺が見つかるとあんたもここへ来らなくなるんでしょ？うん。それもそうだな。表紙はつらい。はい。お、坊や。賢いね。あの子、なかなか間に合うんだね。だってここへ来てからもう一月になるんですもん。え、もうそんなになるか？うん。それに、おかみさんがとってもあの子を可愛がるでしょ。おばちゃん、竹馬買ってよ。いけません。おとなしい子供は竹馬など乗るもんじゃないの。うん。ことだ、ひどい喧嘩するわよ。だって、まーちゃんだって乗ってんだもの。まーちゃんとのお父さんのご商売なんだか知ってるでしょ。お医者様せい。お医者様っていうものはね、人がひどい怪我をしないとおまんまが食べられないのよ。わかった？わかったらもう、竹馬なんかに乗るもんじゃありません。オケザルの壺に地図が塗り込んであったんだ。100万両は大きいの？いや、それも言い伝えだから正確にはわからん。いや、金のない人は喧嘩大きい方が面白いよ。この処分にしても50万両か。探し出せれば僕たちがなぜ足元でもよれ。それにしても富士屋に売るとはお方なかなか茶器あるぞ。あら、いらっしゃいまし。おじちゃん、金魚買ってよ。金魚買ったんだよ。もうそうかい。よし、おじちゃんが釣ってる。あんた、また。ん？金魚釣り？面白いな。あ、わしも行こう。ちょっと待ってくれ。これでしまいだ。おい、何本当たった？みっちゃん、何本？
3本よ。3本ですって。3本も当たったの初めてね。なんだこりゃ。3本はだるまさんよ。考えてみりゃ愉快な話だ。100万両の壺がこの世知辛い江戸の町に転がり出たんだから。当人の俺にしてみりゃまるで狐につままれたようなもんだ。すばし出せば100万両。おいおいおい、いや、釣れた釣れたい。どうだ、聞こえかまだ。おじさん、もっと大きいやつってよ。よし、今度はでっかいやつってるぞ。これ、これ、これ、これ。バカ、あれはガタメじゃねえか。だけがって。しまった。どうだ、かぜ、かしまった。ダメね、あんたは。おじさん、もういいか。おじさん、うちに花の油を作っていいんだよ。花の油？そうか。うん。なるほど。ああ、おじ、そんなことを知られたら私の方が商売になりません。おじさん、人間の目は一つも見えるんだね。やるめだ、よく見える。じゃあ、人間の目は何の2つあるのか知ってるかい？やろう。なおてすげえ。教えてやろうか。何よ。人間の目は二つないと願いの玉が余るだろ。だから二つあるんだよ。なるほど。メガネの玉が一つ余るから人間の目が二つあるか。いや、こいつは面白い。早く夫源三郎の手に立ち返りますように。偽物、厚みの方に当たって亀甲ありか。ふふ、なるほど。偽物、厚みの方に当たって亀甲あり。壺だ。あ、奥様、萩野様、壺でございます。壺でございます。孫を刀なき苔山の壺。さあ、こちらへお越しくださいます。さあ、ご覧くださいませ。いかがでございます。確かに苔山の壺でございます。まあ、じいや、金魚屋で苔沢の壺が釣れますか。ああ、若先生、ここにおいでくださいましたか。なんだよ、吉。あの、クズ屋が開けました。何、クズ屋分かった。どこだ。ご案内いたします。よし。おいおい、100万両の壺が開けるってことか。喜んでくれ。どうにか日本一の女の家になるそうだ。この角から向こうへ回ってこっちへ曲がって角から2軒目、井戸の前でさ、すぐ分かります。で、確かに不在か。あ、帰ってくるといけないから私はここで見張ってます。頼んだぞ。
壺、うん、こけたの壺知らんか。壺、うん、つままいたかの芝道場で売り払った壺だ。ああの壺ですか、うん、あれはね隣の坊主にありました。え、隣、あれは会社じゃない。その坊主というのはどこに。どこ行ったか知らないがね、この間片目で片腕のお侍が来て連れてったって話です。え、片目片腕。くず屋、それはいつ頃の話だ。さあ一月ぐらい前だったかな、うん、その坊主は休もうとはもさんか。ちょびやすと、どんな休もうを知ってるんですか。いや先輩、かたしきない。お邪魔した、ごめん。あれか、あの粒だったのか。ありがたい。よし、よし。うん。この角から向こうへ回ってこっちへ回って角から二軒目、井戸の前でさ、すぐ上がります。調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。ああ、江戸は広い。この調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。あなた。なんだ。昨日はどこへお出かけ遊ばしました。どこと言って、江戸八百八町をぐる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 。これではわしの体は持たん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そちの美しい顔を見て暮らしたい。どうぞご遠慮なく。なんだ萩野、今日一日とおっしゃらず、今日からは毎日お屋敷にいていただきます。何を言うんだ。それではせっかくのあの百万両の壺が。壺は別にあなたがお探しにならなくても、屋敷には門弟どもが大勢おります。これ萩野、しっかり出せ。あの壺は百万両だぞ。百万両。分かっております。おかしいな萩野、そちは何か思い違いをしておるな。毎日毎日わしがいかに一心にあの壺を探し回っておるか、与吉に聞けば分かるはずだ。与吉は今朝暇をやりました。え、あなた、与吉は何もかも白状しておりますのよ。何、与吉を。審議をするのがお好きでしたら、お庭の池に大きいのがたくさんおります。あなた、何も今日限り屋敷の外へ一歩も出ていただくわけには参りません。何をバカな。いや、とにかくわしは出かけるぞ。じいや。おけざれの壺は我々が殿に代わりまして、きっと探し出しまする。ご安心を願いまする。今後は
軽々しくお屋敷の外へお出まし遊ばさぬよう門弟一同よりお願いをいたしまする。今わしの言うことは正真正銘断じて嘘ではない。実はコケザルの壺はすでに見つかっておる。何ですって？どうだ、驚いたか？どこにございます？見せていただきますよ。見せるとも。今夜持って帰る。いや、きっと持って帰る。本当だぞ、萩野。わしを信じて、もう一度だけ外へ出してくれ。な、頼む。まだあなたは、私を騙そうとなさいますのね。とんでもない。これは絶対に本当の話だ。わしは、八百万の神々に誓おう。な、萩野。そちは、わしを信じてくれるな。いいえ、信じません。萩野。いけません。おい、萩野。萩野。な、おい。知らなかった。いつまで起きてんのよ。早く寝ちまいなさい。知らない子だね。あの子、誰か子供の好きな人にやっちゃうかしら。そりゃいかん。実はおめえに相談があったんだ。明日からヤスを道場に通わしてやろうと思うんだ。なんですって？私は嫌だよ。それでなくても暴れん坊で困ってるのに、この上剣術だなんて。しかしおめえ、ことき打つにはまずなったって。いけません。あの子は寺子屋に通わせます。なんだ、寺子屋？ええ。これからの人間は学問がなくちゃダメですからね。腕や素で、肩に打てるかい？どうじゃやるんで。いえ、寺子屋通わします。今度は俺の言ったりするんだ。明日から連絡は同時にやるんだい。寺子屋。同情だい。寺子屋。同情だい。寺子屋。同情だい。これはなかなかよく書いてるぜ。本当に上手ですね。寺子屋帰ってから今日で5日目なのよ。うまいでしょ。そうかい。それにしよう。なかなか手筋がいいぞ、こら。大大事だってね。子供の時は、こうは書かなかったかもしれねえ。おや、やすぼ、まだお前さん行かないのかい？隠しといて。だって、両替屋のかっちゃんが逃げるんだもの。いじめられてもいいから行くんだよ。お兄ちゃん、行って行ってよ。バカ。
おいちゃんは忙しいんだ。本当にこの子は影弁慶だよ。早く行っといで。姉ちゃん、送っていってよ。姉ちゃん、今日お店が忙しいからダメ。おばあちゃん、送っていってよ。そんなこと言うともううちに置かないから。行っといで。ね。泣かされてるんじゃないかしら。両替のことしか大きいんだからね。おめえ気になるんだろ。ちょっと行ってみてこいよ。あんた行ってきてよ。俺は嫌だよ。お店が忙しいんだからね。俺もまだ飯食っていねえんだよ。行ってほしいよ。私行かせないよ。俺も行かん。俺も嫌だよ。俺行かねえぞ。見つかったか。残念ながら見つかりません。おい萩野、お前本当に百万両が欲しくないのか。みすみす壺のありかが分かっているのにな。萩野頼むから半日でいいから俺を外へ出してくれな。いけません。クビになったの。へ、おかげさまできれいさっぱりちょんとやられました。それは気の毒だったの。これからは旦那方に注意を尽くします。どうぞお添えなすって。うん、ちょうど貴様にいい仕事がある。みんなかけたらあっできたできた。おお、与吉、ええ、これを江戸八角社長くまなく張り出してもらいたい。
旦那、こんな格好の壺をお持ちでござんすか。こんな壺でござんしたら、いい値で買えますぜ。一つあんのある。え、そうですかい。じゃあ旦那、その壺一つ一両で買いましょう。女の子が一両になるのか。なんでしたら旦那、現金で差し上げましょう。一両。じゃあ待ってる、今待ってる。お待ちもしてるやつ。あたりにも麺粉買ってよ。麺粉か。よし、これかい。こっち行くね。これ1枚で結構で。あたりこれでやるよ。なんだ、小判か。うん、俺でも取ってくら。どうするの、それ。こんな壺ごめん一両で買うやつがあるんで。そう？だけど安そうが大切にしてるんじゃないの？かわいそうだよ、お前さん。それもそうだが、でもね、実はほら、一両は先に受け取ってしまったんで。呆れたよ、この人は。おい、俺な、こんな大きなんだぜ。おい、あれやうら。え、冗談じゃありゃねんで。これ返すぞ。え、じゃあ旦那、煮るようで行きましょう。煮るようで。いや、ところがいかんのだ。子供が金魚入れと。ねえ、拙者な。じゃあもう煮も張り込んで、煮るようと煮ると行きましょう。いかいか。おばちゃん、あたいめんこで勝ったんだよ。はあ、この子は大変だよ。小判じゃないか。両替屋のカツポってめんこして勝ったんだよ。早く返しといて。親子に踏んじばられるよ。どこへ来たのか。ちょっとで子供ってしょうのないもんだよ。も対外にするがいいぞ。ガキを取りに使って大米60両の金とんでもない。こたりだ。なんだなんだ、こたりだ。なんでこたっこたりじゃないか。金を返したもんかなかろう。当たり前だ。返さなければ恐れながらと訴えてるぞ。さあ、耳を揃えて60両を返してもらいましょう。よし、間違いなく入ってるから明日の晩取り来い。なんだって。明日の晩、うまく騙して今夜のうちに逃げ出すつもりだろうが、そんな甘い点のるものか。さあ、早く金返してもらいましょう。だから明日の晩まで待てと言ってんじゃねえか。いえ、待てません。何よ何よ何よ。明日帰ってば。どうかい。上司屋さん、本当にお金はあの子がお返しに行く道で盗まれましたの。嘘も隠しもしませんわ。明日の晩にはきっとお返ししますから、ご近所のよしみでそれまで待っていただけないでしょうか。間違いなく明日の晩には返してもらいますぞ。うちに二言はない。母ちゃんとお父さんも返した。うるさいね。お前は奥でお坊ちゃんやりといて。よくどっちに返してくれてずるやねえ、ばさ。おくりお餅を食べといで。あんな大きなこと言ってあんた大丈夫？何がいい？何があって明日の晩までにお金できるあてがあるの？冗談言うね。俺はおめえの居候だぜ。居候の俺に60両なんて大金の都合がつかつかねえか考えても狙い。じゃあどうするつもりなのさ。どうするって、おめえこそどうするんだい。困っちまうわね。
だから俺の言う通り、道場へ通わしときゃ、あんなバカないたずらもしねえし、こんな心配もしなくて済んだんだ。おめえがよくねえ。あんたが悪いのよ。そもそもことの起こりは、あんたが小判をやったがこんな間違いが起きたんだわ。大体お前でしつけやるんだよ。あんたが悪いのよ。おめえでいい。あんただってば。だが言うねえ。おめえは、自分で金を消してくれいのに、あんな子供に持たせてやるから盗まれたんで。おめえが悪い。大体あんな子を拾ってきたのが悪いのよ。あの子さえいなければ、そんなことも起こらないし。私がいいも悪いもないじゃないの。あの子をここへ連れてきたのは誰？あんたでしょ？だからあんたは悪いのよ。そうでしょ？心配しなくてもいいんだよ。私たち一度も怒ってなんかいないのよ。なに、50や60の金は今夜おじさんが一つ値が出たらすぐに分けてみせるぞ。ラスボもどうだ、一回。それなりはね、そして帰りにおじさんにおそばをぶつけてもらえ。そうなんでしょ。あんた本場の元手があるさあ、それだ。こうなったら仕方がねえから、おめえの着物を2、3枚曲げてこい。さあ、ちょうだよ。ハンダ。こっちの方だ。ハンダ。ハルカタ決まれば勝負でございますよ。勝負。勝負だ。決めた。どうに。おじさん、曲げるとうなるんだね。さあ、もう一番。ちょうだ行こう。ちょうだ行こう。どうだ。ハンダ、よし、持ってくハンダ。お客さん、勝負でございます。勝負、勝負だ。勝負だ。じゃあね、決
おじさん、またうなったね。気が悪かったんだ。おじさん、ご飯もらったんだね。おい、やす。目をつぶっていな。おじさん、なぜで？いいから、目をつぶってるんだ。一つ、二つ、三つと、遠まで数えるんだぞ。目を開けるんじゃねえぞ。いいか？さあ、数えてみな。しょうがないね。だってないよりマシだろ。それもそうね。じゃあ俺は出かけるぞ。道場破りで儲かるの？道場の乾パンを持ってくと言えば少なくとも10両は出す。あんた大丈夫？心配ご無用。その方、私泣くにも泣けませんわ。仮にもあなた道場の主ではございませんか。それが夜中に屋敷を出ようとして泥棒と間違えられ、その上門弟どもに叩かれるなんて。油断をしていたからだ。いくら油断をしていたところで情けないと思いますわ。さっきも庭で中間どもが噂をいたしておりましてよ。何と申しておった？金陰流の免許改善だなんて危ないもんだ申しておりましてよ。下郎の分際で無礼千万、聞き捨てならん。申し上げます。なんだ？ただいま大変な化け物のような道場嵐が参りまして。道場嵐？はい。それはそれは恐ろしいすごいやつで、門弟どもを片っ端から。
感じをなげ、あれがどうした？ねえ、あなたの腕前を門弟どもに知らせるまたとない機会だと思いますわ。あなた早く出て行って、あの乱暴者懲らしめておやり遊ばせ。どうも頭が少しズキズキしてきた。申し上げます。ああ、なんだ。ただいま森本がやられましてございます。え、森本が、はあ、やられた。ああ、長井を出す。長井を。ああ、長井は一番最初に出てもう負けております。え、どうも頭痛い。さあ、あなた早くお支度遊ばせ。さあ早く遊ばせ。困った。ああ、今度は横腹が痛みだした。ひどく悪いのでございますか。痛む。では致し方がございません。ただいま主人病気ゆえ、勝負は後日改めてと申しましょうか。それがいい、そうしてくれ。だがおとなしく帰るだろうか。何、一両か二両包んで出せば喜んで帰ります。なるほど。何とぞこれでどうぞ。一両や二両の間に帰り入ってと思うか。堂々になるじゃたち、堂々になるじゃたち。あのような乱暴者をあのまま返しましてはご先祖様へ申し訳ございません。そこもあるな。さあ早く行って門弟どもの前であなたの本当の腕前をお見せ遊ばせ。じいや、お支度ができました。主はどうした。主を誰と申すに。はっ、ただいまご主人直々にお相手をいたします。とうとう出てみせたが、どいつだ。おい、おい、萩野、新陰流の極意だ。よく見ておけよ。ああ、こりゃ浪人、先刻からの無礼の雑言聞き捨てならんぞ。病中ながら当道場の主柳生源三郎直々に相手をしてとらす。何じゃ。お前参るぞ。はっ、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 負けてくれ、頼むぞ。ないくら出すか。いくら欲しいんだ。60両じゃ。それちょっと高いぞ。ビタ一番負けらんぞ。仕方ない、よし60両やるから負けてくれ。そうか、ありがてえ。頼むぞ。さあ来い。恐れ足る、お腕前。拙者ごとき、当店及ぶところでは。いや、おじゃろ。なんだ、そんな未熟な腕で、当道場を破ろうなとは語られたぞ。身の程を知らぬ愚か者だ。ああ、その方たち、こんな相手に遅れを取るとは何事だ。毎日毎日、道場へ出て一体何をいたしておる。明日からは、ちと身を入れて稽古をさせい。ああ、これは浪人。その方、浪人には押し腕だ。それに、筋もなかなかよろしい。余が、直々に教えて取らすことがある。奥へ来い。貴様の、道場とはこいつはどうも意外だったよ。俺も、どうも道場嵐が、貴様とは思わなかった。じゃあ、もらっていく。ありがとう。おい、たまには出てこい。また金魚釣りでもやろう。あ、それだ。その金魚だ。いや、金魚を入れた壺だ。壺がどうしたい。その壺が100万両の壺だ。え？コケ猿の壺だ。
受けだろ、うん、確かにそうだ。あのお金を召しますといけませんから。うん、いやとにかく当道場へ 2,3 年通ってみたらどうだ。うん、いやわしがみっちり仕込んでやる。いやなかなか惜しい腕だ。見当たらねえよ。だがどうしたんだい。壺金を入れてた壺だい。ああ、でとてもあの子かわいいこと言うのよ。あの壺が一両で売れるんですってね。一両で売れればおじさんが助かるからって。ええ、あの壺一両で売ったのかい。さっき出かけたわ。どうかしたの。バカだなお前は。あの壺は100万両だい。100万両の壺だい。おい、おさぶれ、そこまでちょっと顔を貸してくんねに。遅れを取って何だ。こんなことでは柳生流の行く末が案じられてなら。今日からコケザルの壺はわしが訪ねに行く。いいか兄の。何度も言うが江戸は広いぞ。10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちのようなものだ。おい、この壺が100万両だ。あれは嘘のようだな。いや、嘘だってかまわん。壺は当分貴様に預けておくぞ。俺にか。うん、壺が見つかるとわしは浮気はできないからな。そこもあるか。今日はよく当たるわね。当たり前だ、的が違う。Thank you.